第七代サマセット公爵アルジャーノン・シ話ーは、イギリスの貴族、ノーサンバーランド伯爵及びエグレモント伯爵に助せられた。父は、第六代サマセット公爵、母は、第十一代ノーサンバーランド伯爵ジョスリン・パーシーの、娘エリザベス。後位継承前は、政治活動と軍務に、1000年、1705年に、 会員議員に選出され1722年まで会員議員として活動1709年に不評連帯隊長となってから昇進を重ね1722年に母方の家系であるパーシー家から受け継いだアニックのパーシー男爵として貴族院より議会招集を受けた1715年から1740年にこの駅兵第二中隊隊長 1737年から1742年まで、メノルカ党の総督を務め、1740年から1742年まで、ロイヤルホースガーズ隊長、1742年から1750年まで、ガーンジー党総督に在任、1742年から1750年まで、ロイヤルホースガーズ隊長に再任された。1713年に、 ヘンリー・シンの娘フランシスと結婚、エリザベスとジョージを設けたが、1744年に、ジョージが急死すると継承者がいなくなり、将来の領土相続が危うくなっていった。1748年に、父が亡くなり行為を継承した時は高齢であり、シーも明けから、男子の相続人を探し出し、同時に、広大な領土の分割相続を模索するようになった。 1749年に母方の祖父の死後消滅していたノーサンバランド伯爵及びワークワース団爵に助爵、娘エリザベスの夫であるヒュースミソンを後継者に選び出しパーシー家から受け継がれたノーサンバランド伯の所領を譲ることにした。伯爵位創設の翌日付でさらにエグレモント伯爵及び国家マス団爵も授けられた、ほか、 妹キャサリンが産んだおいのチャールズ・ウィンダムに相続させるよう取り計らい、サマセット行為は当園のエドワード・シーモアに継承させることにした。こうして相続問題に対処した末、1750年に65歳で亡くなった。父から受け継いだ借位のうち、ビーチャム男爵くらい位及びトローブリッジのシーモア男爵位は消滅したが、生前の措置に従い、 サマセット公社位はエドワードに、ノーサンバランド伯社位はヒューが、エグレモント伯社位はチャールズが継承、エリザベスもアニックのパーシー団爵位を継ぎ、ハートフォード伯社位は、当園のフランシス・シーモア・コンウェイに相続された。所領は分割、縮小されたが血統は存続、後にヒューは、パーシー家に改正して、ノーサンバランド公社に昇格、フランシスは、ハートフォード公社に助せられた。 チャールズの系統は断絶したが、ヒュート・エリザベス夫妻、エドワード及びフランシスの子孫はイギリス貴族として存続した。1722、3年1月21日に繰り上げ直所によって下記の借位を継承したが、実際は当該借位はすでに廃絶していたために以下の借位が結果的に新設された。1748年12月2日に、 父の死去に伴って以下の借位を継承した。1749年10月2日に以下の借位を新規にノブされた。同年翌日付に以下の借位を新規にノブされた。シーモア、アルジャーノン、アール・オブ・ハートフォード、オブ・ペトワース、シュース、ヒストリー・オブ・パーラメント・オンライン。 www.historyofparliamentonline.org.2020 年10月28日閲覧。abcdefheraldic Media Limited, エグレモン o アールオブ www.cracroftspeerage.co.uk.cracrofts ペーラゲ・ザ・コンプリートガイドツー・ザ・ブリティッシュペーラゲバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧森 P69 海保 P107 チザムヒューエド パーシー、インスイクロープディアブリタニカ、二十一、ケンブリッジユニバーシティープレス、P 百三十五、ABCDRO バックルズ、セイモア、チャールズ、シックスス、リューケオブサマーセット、オックスフォード、ディクショナリー、オブナショナル、バイオグラフィー、オックスフォード、ユニバーシティープレス、ドイ、十点一零九三、レフ、オディンブ、二万五千百五十八。要 イギリス公立図書館への会員加入。森、P69P72、海保、P108P109。ヘラルディックメディアリミテッド、サマーセット、デュークオブ。www.cracroftspeerage.co.uk.cracrofts、ペーラゲザコンプリート。 ガイドツーザブリティッシュペーラゲンドバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧 ABC ヘラルディックメディアリミテッドハートフォードアールオブ、www.cracroftspeerage.co.uk.cracrofts ペーラゲザコンプリート ガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧ありがとうございます